はい、これはですね、日本での結婚式で撮影された写真なんですね。親族の方々を写したものなんですけれども、1枚目の写真の右側の女性の後ろに白い幽霊が写っているのがわかりますね。赤い服の女性の後ろに隠れるように写っているんです。しかしその後すぐにですね、2枚目撮影したんですが、その写真を見ると白い幽霊の姿が変化しているのがわかります。幽霊が移動したのでしょうか。実は結婚式で撮影された心霊写真っていうのは多く存在するんですね。この写真は卒業アルバムに写っていた写真なんですけれども、アルバムが配布された後すぐ回収になったと言われているんですね。その理由はありえないものが写っていたんです。真ん中の女の子の腕を見てください。前で2本の腕を合わせているんですけれども、その左側にもう1本の腕が現れてて、誰のものでもないことがわかりますね。肘のところから2つの腕が出ているという理解しがたい写真になっています。この写真は公園で遊んでいる子どもたちを撮影しました。一見するとですね、ごく普通の楽しい写真に見えるんですけれども、よく見てください。ブランコを持つ手が一つ多いことがわかりますね。子供たちの写真を撮ると結構心霊写真が撮影されることがあるんですけれども、そのほとんどが子供の霊体が紛れ込んでいるというものなんですね。楽しそうにしているので、仲間に入りたかったのかもしれません。この写真は生放送中のミヤネ屋のワンシーンなんですね。意外とですね、ミヤネ屋という番組はちょっと奇怪なものが映ったりするんですね。フリップで事件の話を説明しているんですけれども、このフリップの下には女性と思われる2つの目が浮かび上がっているんです。ここに人がいたとしてもちょっと顔の大きさが小さすぎるように思うんですね。別角度のものなんですが、やはり顔色が悪い女性が写っています。これは果たして幽霊なのでしょうか。私は最初にこの写真を見た時にどこがおかしいのか分かりませんでしたが、わかるととても怖い写真だなと感じました。鏡の中を見てください。水玉のような帽子をかぶっている男性の方、そこを触っている手が映り込んでいるんですね。実際の写真にはこの男性の顔には手などはありません。何度も言っているんですけれども、やはりですね、鏡に映ったものを写真に撮るのはあまり良くないようなんです。心霊写真を撮りたい場合を除いてはやめた方がいいでしょう。これはとあるテレビ番組の中でカラオケボックスで歌を歌うシーン、それが流れたものなんですね。普通に男性は清水と明の青春アミーゴを歌っているんですけれども、ちょうど俺たちはいつも二人で一つだったの部分のところで、背後に男性の小さな顔が現れていました。これは歌っている男性の顔が映っているようなんですけれども、明らかにですね、向いている角度がおかしいんです。こちらを見るはずはありません。とても不気味な写真。今回紹介する心霊写真は、いわくつきの続きで写真を撮ってしまったものなんですね。
やはりこういう史跡で写真を撮ると幽霊が出てくるんだなと思った一枚なんです。那須湯本温泉の殺生石、この岩は溶岩でできているんですけれども、鳥羽上皇が過去に寵愛したという伝説の女性がいるんですね。その名前は玉物前。実はこの玉物前は九尾の狐の化身だったことがバレてしまうんです。逃げてこの岩になったという言い伝えが残っているんですね。その後この岩は毒を出したりして周囲の人々を殺害することがあったので、殺生石という名前が付けられました。その九尾の狐なんですが、インドとか中国にいたものが今から800年ほど前に日本に渡ってきたとされる妖怪の一種なんです。この写真はその殺生石がある場所に建てられた石碑の前で撮影をしているんですね。その石碑からよく見ると子供のような顔が覗いています。おかっぱ頭の女の子のように見えますね。ここをさまよっている霊体なのか、それとも狐が化けて出てきているのでしょうか。こういう場所で写真を撮るときは気をつけたいですね。はい、これはですね、結婚式で撮影された写真とのことなんです。ちょっと小さめの写真なんですけれども、よく見ると花束の中に女の子の小さな顔が浮かび上がっていますね。実際の女の子の顔にしてはやはり小さすぎますので、これは幽霊がこの場所に現れているんです。霊体にありがちな目を隠した状態で出てきています。結婚式の親族に関係した幽霊なのでしょうか。